ここからは漫画を題材に経済の知識を学ぶコーナーです一緒にお送りするのは日経マネー編集委員で漫画に詳しい大口勝人さんです大口さんよろしくお願い,いたしますさて今日のテーマはこちらです逆境を生き抜けギリギリからの突破術です、はい、今日は、はい、こちらの方を取り上げたいと思います<え>漫画家の鈴木みそさんですね、うん、もうプロの漫画家として30年以上活躍されている大ベテランでいらっしゃるんですけれども、はい 鈴木さんの作品の中で今から10年以上前に話題になったのがこちら「限界集落」と書いて「ギリギリ、うん、ギリギリ温泉」。 このギリギリ温泉はゲームクリエーターだった主人公が赤字続きの温泉旅館に滞在したことをきっかけにえ旅館を建て直し過疎化が進む街を活性化させていくというお話ですあの舞台となったのが鈴木さんの出身地静岡県の伊豆下田で実は私の故郷でもあり先先輩輩なんです、ねはい、ですすね大この漫画は、ねはい、最初は全然売れなかったそうなんですよ。ええ、でそんな中2012年にアマゾンの電子書籍サービス、うん が日本に上陸しました、た、はい。そこで鈴木さんは出版社を介さず個人でこの作品を電子化して Kindle で出版したんですね。うん、結果、全部で4個あるんですけれども、Amazon のランキングでは上位を独占して大ヒットになったんですよ。で、当時はまだ今と違って、電子書籍は広ま,って時代広まってない時代ですが、うすね、どうして個人で出版しようと思ったのか、ご本人に話を伺いました。 あのやれるっていうことですよね、はい、あのこんなタブレットで漫画が読める、はい、そんな時代が来るしそれは、はい、あの作者がアップロードしたものを、はい、そのまま売れるよみたいな話はあったんで、はいはい、来たらぜひやってみたいと。うん、でたまたま持ってた本を紙の本ではそんな売れなかったギリギリ温泉なんですけどこれをじゃあ電子化しようと。うん、で売ってみたところちょっと面白い反応が来て、うん、それと僕が書いたあの「 ブログがちょうど今でいうバズった形になってでそれが売れたんですよね。 時代を先駆けてチャレンジされた、ね、ということですが、はい、えこちら出版物の推定販売金額ご覧くださいあの電子書籍の登場でやや横ばいにはなっていますが、えー、紙の本特に雑誌というのはぐんぐん減っている状況ですね、はい、私も雑誌社の人間なんでもう非常にこれ危機感を持ってますけれども、えーうん、当時 Kindle が日本に上陸するとなった時に鈴木さんも紙を中心とした出版業界に対してやっぱり構造的な限界を感じられたんじゃないかと思うんですよね、はい でそれに比べて漫画家ってあのものすごく売れる人とそうでない人の差がすごく大きいじゃないですかですからご自身の漫画家としての限界を突破するためにも新しいことに挑戦しようと、うん、いうことになったんじゃないかと思うんです、はい、さあ限界集落は全国的な今、ね、問題ともなっていますが漫画ぎりぎり温泉ではどのような方法で解決していくのか見ていきます。 主人公は売れないアイドル、そして周りのいわゆるオタクたちを使って今でいうバズらせる、ネットを使って人を呼び込もうとします不可能じゃないかという人たちに向かって主人公はできないのはお金や人が足りないからじゃないアイディアと情熱がないせいだと語りかけます。こここれいいいいシーンでででですすすすよよ。ね。ととと。迫りま何もしなないないるともう衰退するだけなんですから、らや でこれは電子出版を自分で始められた鈴木さんご自身の姿と重なるところがあると思うんですよね。えー、でもう1つこの主人公のすごいところは人を巻き込む力でぎりぎり温泉でもいろんな人を巻き込みながら町おこしを実現しようとしていくんですよ。よ、ねはい、こちらの場面ご覧ください 集まったお宅の人たちは自分たちが楽しむためにさまざまな意見を出し合うんですね最初はただのアイドルを応援しに来ていたお客さんだった人たちがいつの間にか町おこしに巻き込まれてリピーターさらには関係者になっていくんですよよねここれ大事なことです少年漫画みたいに敵を倒して減らしていくんじゃなくて、うん、敵も含めてどんどん巻き込んで関係者を増やしてその集まった人のエネルギーを地域活性化に向かわせると。はいで 作者の鈴木さんも、ね、個人で出版するとなったときに、うん、ともすれば出版社とこう敵対するような、はい、そんな関係になってもおかしくはなかったんですけれどもやっぱり出版社は敵ではない、うん、必要なんだというふうに語っておられました出版社がなくなると書けなくなる作家はすごく多いと思います、はい、漫画家も。はい あの編集者っていうのがいて、ええ、いろんなところの世話を焼きながら作品をアップしていってる状況なんで、はいはい、僕はたまたまいろんな技術があったんでやってるんですけどできたらいろんな人に手伝ってもらった方が楽ですから海の中で何にも灯台がないところで時々明かりが見えるようなこの明かりを示してくれるのが編集の役割だったりします、ねはいはい、なるほどね。うんうん、えそんんな鈴木みそさがが現在書いいているのがこちらです